と13、山形県の東根市を北に、走ってます。自分はこの次の町は村山市なので、あ、そこに道の駅があって、今日はそこを考えてます。まあ、ゴミを捨てられるってことで、停泊するわけです。天童でもそんなに捨てたからそんなに溜まっていなかったんだけどね。でもこの後しばらく捨てられないので、ここで捨てたら次はゴミを小さい袋に小さくしてコンビニで捨てられる大きさに、すればなんとかなると。道の駅まであと6キロ。この村山市を過ぎたらどこだろうなって考えたら、小原沢市かな、町かな、小原沢ですね。小原沢で右の方は山に入っていけば銀山温泉になります。あと小原沢でちょっと右に入って斜め上に、右上ですね、北東に行くなたぎり峠、そっちへ行くとなたぎり峠、そんな道があって、それは場所が、平泉から戻ってきた道になりますね。そして寄り道するかって言って、山寺の方へ少し南の方に来て、そうですね、天童あたりから山寺が入っていって山寺へ寄ったと。そしてまた戻るんですけどね。小原沢をさらに北に行くと新城、最上川は新城の手前あたりだろうか、どっか小原沢過ぎてからかな、方向を変えて日本海側に向かいますね。気温が上がります。